ピンクレディーがデビューするんですよね。彼女たちの人気は凄まじくて、キャンディーズの人気をあっという間に超えていったそうです。キャンにピンクレディーをどう思うか聞いたら、ライバルではなく私たちとは全然別物と無難な答えをしていました。ピンクレディーも同じことを聞かれて、ライバルなんてとんでもない、尊敬する先輩ですと答えていて、なんていい子たちって思いました。ピンクレディーとキャンディーズは不思議な相性の良さを感じていて、今の伊藤蘭さんとピンクレディーとコラボしてピンクキャンディーズを結成したらすごいことになるのになって妄想してしまいます。